やればないですよ、シュウセミリだ。本日なんですけど、本日は BTS コスメ VT の評価ってものを皆さんの方にご紹介したいと思います。それでは早速いってみましょう。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日なんですけど、本日は BTS コスメね、 VT ね、バンツーコスメなんですけど、韓国での評価ってものを皆さんの方にシェアしたいなと思います。で、バンツーなんですけど、やっぱり韓国だと、まあ、BTS とのコラボだったりとか、その広告塔になってて、まあ、BTS ファンがねめちゃくちゃ多いのでね、やっぱりめちゃくちゃ売れてるっていうのもあるんですけど、まあ、その成分と値段コスパですね、比較してもやっぱり優れてるね、うん、すごいですね。こんなに有名なメーカーでもやっぱり全世界にブワッと発信してて、まあ、BTS 使っててすごいなと思いますね、うん、なので、まあ、僕も2年前ぐらいから結構バントゥーコスメを使い始めて、まあいろいろ厳選して使ったものがあるんですけど、まあ、シートマスクだったりとかめちゃくちゃすごいですね。シートマスクね、ちょっと待ってください。で、シートマスクね、紹介しとこうかな。このねシートマスク、このシートマスクなんですけど、このシートマスクがねめちゃくちゃアンプルが入ってるんですよ。で、本当にねアンプルの量が半端じゃない。これ一つだけで瓶作れんじゃないかってぐらいめちゃくちゃあります。本当に体塗っても余るぐらい、もう体がびしょびしょになるぐらい顔にバーって塗ってるんですよ。顔に塗って余ってるなと思って体につけてもびしょびしょになるぐらい、本当になんかアンプルシャワーしてんじゃないかっていうね、はい、そんぐらいすごいんですよ。で、やっぱりすごい、やっぱ効果もあるし、全然使用してもやっぱ全然違うので僕は使ってるんですけど、で、あともう一つはこちらね、バントゥーの、まあ僕も2年使って、まあこれをもう残ったものかな、使ったものかな、リピートしてるんですけど、このねサンクリーム UV ケアなんですけど、まあ SPF50 プラスの PA4 プラスなんですけど、これも使ってます。これもめちゃくちゃいいね、うん、もうこれ使ったら本当に、まあ、これレギュラーのサンクリームなんですけど、めちゃくちゃいい。もうこれ男性に使ってもらいたいですね。まあ、サンクリーム嫌いな男性の方めちゃくちゃ多いかと思うんですけど、これは絶対合いますよ、はい。で、サンクリームね、皆さんあんまり肌に合わなかったりとか乾燥するって方々は、もうエッセンスサンクリームね、そのエッセンスってついてるサンクリームを使うとすごくいいかと思います。で、あとこういうねシカとかねものなんですけど、シカマデカ再生、そういうものをねこのねサンクリームとかで使うのがめちゃくちゃおすすめかと思います、はい。で、あとバントゥーね、バントゥーコスメね、やっぱり韓国でもそのミョントンとかにでっかいボーンとあるかと思うんですけど、やっぱり流行ってますよね、うん。まあ韓国内でもやっぱりその若い方々にバントゥーコスメのクッションファンデとかね使ってる方もすごく多いので、うん、やっぱり人気っちゃ人気、成分もいいし安いし、うん、なんか本当になんか悪いところがないんですよね正直、うん。なので韓国の方から見ても、うん、安くて成分いいし、うん、いいよねっていう。でもやっぱりその世界的にやっぱ BTS 好きな方多いかと思うんですけど、やっぱり韓国の中ではそのやっぱりね、好きな人でもアンチの人もいるかと思うんですけど、それもちろんね好きな人がいたらアンチもいるっていうのはやっぱり当たり前なことなので、どの世界もね、やっぱりそういうところでやっぱりうんっていうので考え方が結構多かったりもするので、うん。で、あとまあ世界的にね広告いっぱいバーって売ってるので、日本にもバントゥーコスメすごく渡ってきてるかと思いますので、新大久保とか行ってもやっぱり値段、結構値段高いですよね。この間新大久保行ってみたんですけど、やっぱり値段も高いし、うん、そんな感じなので、やっぱりバントゥーコスメって僕は成分と値段を考えてもめちゃくちゃおすすめできます。まあ日本だと割と安く買えるのかな、うん、かと思いますので、このね僕がおすすめするのはシートマスクとこちらのサンクリームですかね。これめちゃくちゃおすすめですよ、うん。本当にエッセンスサンクリームのね、エッセンスサンクリームの中でもこれ本当に優れてるので、まあまあシカとかが入ってるっていう時点で僕大好きで、シカのもの結構合うんですよね。肌がなんか潤うっていうか、なんかやっぱ違う。僕だからシカとあとは赤ポリン、この成分が入ってるのも本当にマストなのですけど、皆さんもねこういうね成分っていうものに大好きなものを選んでいくのもすごくおすすめかと思いますよ、はい。そんな感じになります、はい。まあ、バントゥーなんですけど、まあね韓国内ではすごく信頼されてるコスメになるので、
あの値段も安いしね、すごくおすすめできる商品になっております。メーカーになっておりますね。はい、今回はねこんな感じになります。はい、なんかね気になることとかありましたら下のコメント欄の方にコメントいただければと思います。あとね、なんかこういうお題でお話をしてほしいとかありましたら、そんなことでもいいので下のコメント欄の方にコメントいただければ、あの僕もねチョイスしてお話していっていきたいなと思いますので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございます。今回の動画がいいねと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、アニョン。